こちの町道路原表こちの町は愛知県庭郡にかつてあった町、現在の港南市の中央部である。現在の港南市のうち約40%の面積を占め、人口は50%を超える地域である。上記5校はこちの町立から港南市立となった以外には、校名の変更なく港南市に継承されている。なお、その後生徒数の増加により、 こちの南小学校から、江南市立門亭山小学校が、こちの中学校から、江南市立西部中学校が、それぞれ分割新設された。また、こちの北小学校校区は、学校規模の調整、適正化のため、こちの中学区域から臭い、中学校を改め江南市立北部中学校の区域に移管された。昭和戦前にあった、こちの町立女学校は、 県立日北高校の前身の一つである。港南市高谷町に所在する愛知高南短期、大学は1970年、港南市北野町に所在する愛知県立高南高等学校は1980年の新設開校である。愛知県総務部統計課1951年10月、観光安城市編集委員会、新編安城市市3通社編近代安城市、2008年、 P311 大元の出典は愛知県統計所。ありがとうございます。